村人たちも半分は帰ってあとは奥の一間に死骸を担ぎ入れて弔いの支度をしておりますその指図をしているのは死んだ辰五郎の母親のおもよでしょう50近い塩焼けにひなびた田舎の年寄りですとんだことでしたねおかみさん少しばかり後先のことを話しちゃくれませんか平次はそれを隅の方に呼びました 土地の御用聞きの磯吉は、弔いの支度に手伝っております。色利火や安頓や提灯まで灯して、明かりには不自由はないのですが、江戸の明るさに慣れた目には、年寄りの表情もはっきりとは読めません。ありがとうございます。江戸の親分だそうで、ご苦労様でございます。でも、私にしては、一人っ子の辰五郎の、 仇を打ってやりたいと一生懸命でございますひどい相模なまりですが一人っ子を思う一徹に紛れもありません仇を打ちたかったら洗いざらい話してみるがいいはい何もかも申し上げます箱根登ったのは暗いうちでございました昼前にも石書を越すはずだったのでございます石書で馬が変わっ 日のあるるうちに戻るはずでございました箱根八里を越せないことはございませんがそれでは馬が疲れます。それから越前屋の荷物と番頭さんたちでございます。それだけのことでございます。まだ日のあるうちに戻ってまいりまして夕方から馬を洗いにまいりました。坂道で馬も汗をかいております。川へは少し離れておりますが 真水を浴びさせて馬を洗うのは孫たちの大事な仕事でございますそれは大事な仕事だったに相違ありません東海道には馬乳川というのがあり木曽街道には千葉という駅があるような具合に昔の人にとって馬を洗うということは大事な仕事だったに相違なく広重や北斎の書いた道中名所杖にも 馬を洗う景色は幾度となく出てきております真水の深みに馬を乗り入れて腹までひたひたと水に浸され全身を洗ってやるのが馬のためにもどんなに楽しみだったか分かりません筆者も農村に育っていくたびか馬を洗ってやった経験があります 箱根の孫の辰五郎が骨の折れる儲け仕事をして早川へ馬を洗いに行ったところで何の不思議もないわけですそれっきり戻らなかったというのかいえいえご飯時ときもすると馬だけが馬屋に戻ってまいりました馬だけがどこで落ちたかそれとも馬を捨てたのか辰五郎は乗っちゃいませんでした途中で放り出されても 迷子になっても馬だけは自分の馬屋に帰るものです自分の馬屋に帰る馬の本能は平時も知らない世界ですところでその馬は濡れちゃいませんでしたか少しも濡れちゃいませんでした途中から戻ったと思います早川の馬を入れる場所は決まっていますから馬の毛ってきたのを最初に見つけたのは誰だったでしょう矢野松でした あの子は馬屋のそばに寝ますからいやまだ早かったはずですおいそだったかしらそいつは誰です呼んでみてください私の命ですよ辰五郎と一緒にするつもりだったがそのおひそは今葬儀の支度で教肩びらや術を作るのに忙しく一人の親の思いはつい泣き声になるのです でも母親の思よが引っ込むと入れ替わっておいそが出てきて貧しい御座の上にちんまりと膝をつくのです本当にそれは麦の穂のように匂う香ばしい十八娘でした大きい目、ほのかな受け口健康そうで日に焼けて江戸の御用聞きの平治もふらふらと酔い心地になるような娘でしたおいそさんというんだね おいそは黙ってうなずきました。貧しいもめんものにも若さが溢れて、小麦の匂いがするという八五郎の言葉も嘘ではありません。おめえは馬がけえってきたのを見たそうじゃねえか。その時確かに辰五郎は乗っちゃいなかったんだね。平次は静かに問い進めました。いいえ、誰も乗っちゃいませんでした。馬屋へ入ろうとして、 その辺の草などを食べているので大急ぎで飛び出して入れてやりました馬はまだ濡れていなかったようです一つ一つ口で味わうような言葉ですが若さの魅力で絵も言われない滑らかさがあります時々は馬が一人で帰ってくることもあるか滅多にはありませんおめえ一人で馬屋番をすることもあるのか世の松さんの仕事ですがその時は世の松さんが見えなく たものですからもっとも間もなく世の松さんも帰ったようですそれはなんだ辰五郎さんの手伝いに呼んだ親類の子ですまだ十六そこそこですがょいっとその子を呼んでくれねえかおいそは黙って退くと入れ替わりに長いものを着た背の高い子が出てきました御座の上には座らずうさんな顔をして突っ立っておりますニキビの上に 油を塗ったような不思議なツヤツヤした顔をしておりますおめえは世の松と言うんだね世の松は叱られたいじめっ子らしく白い目をしております夕方外へ出ていたそうだが主人の辰五郎さんと一緒やなかったのか少し遅れましたよ羽元のある着物を着ているが大層たしのみのいいことじゃねえか明日はお弔いがあるというから 尻の出る仕事着じゃ変じゃあるまいかそういうこともあるだろうなおえの給料はいくらだい作男の代わりをしているだ決まった給料なんかねえよ食いぶちだけでたくさんだっておふくろは言うよ田舎の生活はそういったものでしょう見ると世の松はかなり大きい体をしておりなかなかに丈夫そうですが手足の洗いに似ず 口の隅はしらじらとただれております十六の食い盛りで食いぶちだけでも用意ではなかったでしょうところで辰五郎を殺した相手はあるはずだおめえにその見当はつかねえか日頃恨んでいるものとかなんとか心当たりぐらいはあるだろうまるっきり見当もつかねえだよご主人はいい人だから刃物は誰の持ち物か それくくらいの見当はつくだろう平次はもう一歩問い進みましたこの男は恐ろしい無口ですが何かを知っていそうで気が気でなかったのです馬に蹴られたと言うけれど侍に奮闘を投げられたんじゃないかね重い奮闘で叩かれると馬に蹴られたようになるがなるほどそいつも面白い考え方だねこの辺に武術の達人でもあるのか鎖のの名人の話は ここの辺りりままで聞こえております六尺余りの鎖釜を飛ばせば頭上にいる人間でも苦もなく倒せるでしょうその上辰五郎の首筋には争う余地のない歯の傷もあります第四章親分見当はつきましたが待ってるうちにろうそくが流れちまいますようち中のち鎮は使っているから近所から手一杯に集めましたよ中に鷹割りでもよかろうと 真っ白なのが集まっただけで4本あきれた野郎だそれを持って歩くと化けて出そうじゃねえかとにかく調べはまだ済んだわけじゃねえ明かりを消して少し待ってくれへ入館前に死骸を見て起きてこっちへ来てくれへ隣の部屋に入って八五郎の差し出す蝶ちの光を頼りに平次はもう一度死骸を調べましたこめかみの傷は 馬に蹴られたものですがその説のことですから定い鉄はありません少なくとも気を失った程度の大けがですがそれよりも命取りになったのは大動脈を切った首筋の傷でしょうこのうちに刃物はねえだろうかちょっと待ってください母親のおもよは隣の部屋へ飛び込みましたがしばらくして戻ってきましたあ口が一つあったはずですが 辰五郎が時々持ち出します。今日もどこかへ持って行ったんでしょう。探したが見えません。喧嘩刀の合口は、内銃を探しても見当たりません。川か藪の中へ掘り出せよ。見えなくなるしるもんだ。ところで八、ちょいと鎖窯の名人を探してみちゃこれねえか。村の人であんまり遠くはねえということだが。親分はおら早川まで行ってくれよ。 焼灯を貸してくれま孫すると夜が明けるよへい八五郎はどこともなく飛んで行きましたその後ろ姿を見送って平治も土地の御用聞きの磯吉を従えて早川の岸へ出かけたことは言うまでもありません千二方の親分もう真っ暗ですねこれからどこ行くんで磯吉もさすがに尻込みをしておりますそいつは気の毒だが 明日はまた明日の旅がある暗いうちにラチをあげて「へえ早川はそう遠くはねえ水音が聞こえているから飛んだ地形かもしれねえ辰五郎のうちからこの辺りへ来るまでに合口を捨てるとしたらどこへ捨てるだろう血だらけの合口を隠せるか頬の木で作った鞘は容易に隠せるもんじゃねえ川へったらどんなもんでしょうこっから海までポカポカ浮いていくだろう 人でも殺そうというやつがそんなことをするもんか途中に孫の歌吉が住んでいますよ今日も辰五郎と一緒に馬を引いて越前屋の荷を運んだはずですがそいつは辰五郎と一緒に戻ってきたんだな怪しいじゃありませんか普段から評判の良くねえ野郎で磯吉は土地物だけにその辺りの事情をよく知っておりましたそれじゃあこの物置を探してくれ 尾屋から離れて立ってっ小さい物置だ。半分は庄平門の馬屋になっているがその馬の足の下を探してくれまさか馬の足までは探さねえだろう平治の予言は見事に当たりました馬を引き出して提灯の光を借りて丁寧に馬屋の藁の中を見るとその奥の奥には汚れ腐っ 風呂敷に包んだまま小判で800両の金があったではありませんか親分ここに小判がありますよ800両という大金だ磯吉は肝を潰しますそいつは越前屋の盗まれた金だ私はそれをちょろまかしていたんだ馬屋の馬の足の下は珍しい隠し場所じゃねえかところが俺はもう一息探してみて馬屋の外 柱かな壁かなそのあたりを見ようじゃねえか。八百両の金を隠しちゃ持ちきれねえが、血だらけの合い口も外へ持って歩ける品じゃねえ。平次はそう答えました。自信に満ちている声です。